皆様との出会いに。2015年7月11日の土曜日、あ、大阪府、あ、大東市、あ、大東市は、あ、野崎参道商店街、あ、野崎、あ、ほんわか、あ、スタジオより、第53回、あ、野崎フォークジャボリーに、ついにやってまいりました。どうもスタジオにお集まりのお客様の皆様、そして放送をご覧になっている皆様、お元気でしょうか。はたまた皆様お元気でしょうか。ありがとうございます。あ、この番組は野崎大若スタジオ出会い集い、懐かしのレジェンドフォークソングのカバー曲から魂の叫び、サクサクのオリジナル曲までを熱い思いに大気が足る、あ、公開ライブ生放送でございます。今宵も友情出演レギュラー陣はもちろん、今宵もゲストはですね、また他ジャンル夢の共演でございます。今日はオカリナ、そしてピアノの、はい、その音楽がお届けできると思います。皆さん楽しみてくださいね。我々はまず音楽ライブで1曲目、もちろん我々オリジナル曲から、そう、ここのスタの近くはね、野崎駅になるんですね。その隣の駅が四条縄手駅になるんですね。僕は地元大東市なんで、高校生の時にね、その隣の四条縄手駅から野崎越えて高校に通ったんですね。その時の思い、作った歌、オリジナル作品聴いてください。この作品から縄手駅ホームのベンチ、夢を追いかけよう。今日は私行きのホーム、
吸をして前髪に考えよう。ただ祈ろう。自分が嫌いなんだ。皆さんこっそり生テキホームのベンチ緩やかな一日をもういっぺんに決めよう。頑張ろう。ありがとう。もうちょもうちょ生テキホームのベンチ何気ない一日のもう一遍夢を頑張ろう。最後生テキホームのベンチ伸びの人生よこんな気がしにこんな暮らしにさよう思うなら oh, 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 oh. Yeah! 隣の駅市場の定期の歌みんなできない大合唱ありがとう。改めましてこの番組の進行役 MC 自己紹介をさせていただいております。僕たちが、無学ライブ一座といいまして、ここ地元大東商拠点に2002年の7月にギター弾き語りショーという形で結成活動スタートしました。12年同じメンバーで歌い続けてるんですね。そして最近はですね、この野崎フォークチャンプに土曜日はですね、毎週この野崎参道商店街土曜日ギター担いで通って熱い思いで歌い続けてるんですね。今日この番組でいろんな人らと出会ってね、本当に嬉しいございます。今日もね、初登場のお二人が来てくれてますんでね、一人の方あれどっかで見たことあると思う方が一人もいるんでね、ラミさん楽しみにしていてございますね。よろしくお願いしますね。それで土曜日は野崎フォークジャンプ、そう土曜日が野崎フォークジャンプ以外何人のかいと、他の夢はもともとこの番組する前から出張出前ライブ、主に夢はボランティアショーからいつの日か紅白歌合戦出場としましてですね、我々ここ地元代表者はもちろん大阪市24区堺市7区大阪府全43市町村、そして近畿2府4県にあります、このような福祉関係施設さん、老人ホームさんとか福祉作業所、病院や学校、公民館、集会所、あらゆる場所で夢を追いかけ日々歌い続けております。私が地元大東芝居大東人たち歌とギター座長も務めます山野智則と山村陽介とギター金内田光、夢を楽しむと漢字で書きまして、それが僕たち音楽ライブ一座でございます。さあ始まりましたよ、第53回の野崎フォークジャンボリーが始まりましたですね、はい、今日もね、梅雨にも負けず蒸し暑いね、野崎も、まあ、暑い、潮崎に着いた時はもう暑い暑いだからね、もう着いた途端麦茶グワー飲んどんだけどね。いつもやったら自分でだけ美味しいあのコーヒー買ったんだけど、どうやら財布交渉なくてできるからお茶も取ったなということでございまして、今日も第53回でございます。あちこちからファックス、はい、生放送だけちゃんと届いてるんですね。今日もよくさん来てるのありがとうございます。こちらから行きましょうか。今日は片山 D がまた仕事で間に合っておりますので、黄色ハッピーを渡るく今日も食べてよろしくね。はい、ということで行きまーす。高槻市は平井さんからいただいております。シュートル53回の先フォークジャンボリー、そうなんですね、フォークジャンボリーちょうど実は1周年なんですね。おめでとうございます。ありがとうありがとう、パンパンパン、誰もおりがしとくわありがとうございます。ということでございまして、こちらもくれてますよ。追伸、髪の毛の髪って書いてね、うち髪の毛洗ったり乾かしたりってめっちゃ楽でしょってこと言われてますよ。めっちゃ楽になりましたね。そう、突然あんだけの挑発やで切り合ったからね、もうみんなびっくりしてるよね今ねありがとうございます。ということでございます、ありがとう。1周年なんですね。もうみんなね、1周年とかね実は忘れてんだよ、うん、それはなぜかというと、うちの番組は10回20回30回40回いちいちあの10回ごとめっちゃお祝いしてるやんか何ね、1週間のお祝いはみんな忘れて50回切るわーしてくれたもんね、この間ね、ありがとうございます。ちゃんと平井さん覚えてくれたね、ありがとうございます。こちらなんと羽曳野市の社会福祉協議会浅野さんにいただいてるんですけど、祝第50回っていうのを今頃届いておりますそれは何かというと、今まで送ってたけどどうやら届いてなかったらしくて、うん、で放送見ても全然紹介されないから、うん、おかしいなこしえんと3週ずっと3週間ずっと送ってたらしいよ。でついに野崎フォーカスで届きました、ありがとうございます。
いつもお世話になっておりますよ。いつもありがとうございます。この度は野崎フォークジャーマリー50回記念おめでとうございますってことでですね、ハビニューを見た時に読んでください。今後も、輝かしいご活躍を楽しみにしております。ありがとう。ちゃんと無事に届いてね。ありがとうございます。こうやって遅れてもちゃんとくれるとかすごいの。ハビキノ氏が社会保障くれております。ありがとうございます、うん、それあるからハビキノ氏 の, あの施設のお姉さんの岡田さんがここゲスト出てますからね。ハビキノ氏は深い関係があります、ね、社協の皆さんありがとう。もともと社協のデイ勤めてたからね、その岡田さん出た人がね、うん、ありがとう。こっちも来てますよ。はい、大阪市平野区デイホーム羅針社スタッフ一同の皆さんいただいております。第53回野崎フォークジャンボリー、うん、みんなで音楽の海に繰り出そうよってことで、これクジラかな思ったけど顔はゴマちゃんやでな。こっちはこれクジラでいいのかな、ゴマちゃんでいいの、どっちで言うたらええな。これどっちなんですかね。見た目はクジラやね、明らかに。そうやな、顔だけゴマちゃんやろ。これかわいい、かわいいけどこれほんまなんか怖いな。ありがとうございます。53回、こちらも53回の第53回の放送です。堺市はこれ東区かな、はいね、ソロメゾンバナナさんよりいただいております。今夜は女性2人のユニットオカリナのピアノと、ちゃんとオカリナとピアノ描いてくれてるんですね。ありがたいこと。ただしですね、えらいこと起こりました、はい、私も先週の放送で来週のゲストはイーナーさんですって僕言うたんよ。びっくりした、さっき聞いたらイーヨーさんやったわ。イーナーや思ってた、イーヨーやったわ。だから書いてます、イーナーさんですね。バナナさん、私すいませんでした。書いてくれてもありがとうございます。ちゃんとちっちゃくのおかえりなとか書いてくれてしてるね、かわいらしい、ありがとうございます。こちらも出てますよ。お、大阪市大正区ですね。伊豆特別養護老人ホーム大正園大正デイサービスセンターの皆さんの藤藤コンビをいただいております。ありがとう。藤藤コンビな、藤田さん藤井さん、藤井さん藤田さんのコンビになってるんですね。古い付き合いでございます。これいっぱい書いてくれてるけど、すごい、ここなんかこう読まれへんね、これ。おしゃれで書いてくれてるんだよね。おかくらみちゃん、皆さんいつもありがとう。第53回の先ほくジャンボリー開催おめでとうございますって書いてくれてますよ。こうやって大正出てきてくれて、藤井と藤田のコンビですってことがあります。先日も七夕のライブありがとうということが書いてくれてますね。この度は、上村さんがお休みでお会いしたかったです。上も書いてくれてるわ。さて上村ごれんかって、この日な、うん、内田さんのお兄さんの張りのある声をありがとう、嬉しかったです。かっこ笑いって書いてます、ね、あれ張りがあったじゃない、緊張しすぎて忘ってたやん。上村の代わり、あの木の張りが頑張っとんやん、うちの無学ライブですよね。紅白待ってまーす。で我々の似顔絵ウェア入ってますね。もう内田君が挑発になってる似顔絵やから、もう困ってましたね、突然髪の毛いってましたね。ありがとうございます。こちらもいいですよ。大阪府は高槻市から来ております、松倉デイサービスの皆さんで第53回野崎ウォークジャンボリー。デイさんの皆さん、来週来てもらえませんかってことがありますけどね、来週松倉行くではございませんよね。これ終わったら帰ってください。ありがとう、書いてくれてるんですね、ありがとうございます。こちらもうわー、またヨウさん書いてくれてますね。大阪市は住の江区グループホーム北加賀屋を触れております。これ多分伊藤さんやけどね、名前書いてあるけど言うといたから。よっしゃ、53回のザキボクジャンおめでとうございます。金曜日来てくれてありがとう、おかげさまで玉の行事、を終えることができましたという状態でね。石田の皆さんもこれから頑張ってくださいということで、クリスマスも待ってますねとか書いてくれてます。あとそれと、私生活がバレるので名前は申し上げませんが、バイトの都合でいつも来てくださる木田がお休みされましたね。これまた上の中で言ってました。気使わなくても名前言うの構いません、大丈夫です。もう大将が言ってましたね。みんな上村君維持してくれて、上村君。そして山野さん、本当にバイトの都合ですか。あ、上村君だよね。山野さんの仕事期に耐えられずに来れなかったんですか。バイバイ、今俺の仕事期に耐えられない黄色の発表かです。上村君代わりにものすごい仕事してますんで今ね。野崎フォークジャンボリー頑張ってくださいね。何かわからないまま応援メッセージさせていただきます。もう応援メッセージになっておりました。はい、ありがとうございます。こちらも書いてます、京都さんくれてんな、うん、奈良県は生駒市です、隣です。大東市から言うと横が奈良県になっちゃいますよ、はい、デイサービス日だまり生活相談田淵さんにいただいております、うん、お、すごいね、パワフルなパックス第53の野崎フォークジャンボリー元気笑顔、最高の時間ありがとう、はい、最高です、ありがとうございます、うん、こちらもこれで、あっと、これもまたちょっと面白いね、いきなり第51回野崎フォークジャンボリー今日第53回ですね、これまた遅れて届いてるんですね、というのもやっぱ頑張って届けてくれたよね、うん、いつも熱と心と元気を、
これですでいいのこれ。あ、熱い心と演技ですね。ありがとうございます。大きな場で応援しています。大阪市堺市ですね。中区安らぎのそののデイサービスタオル以上にくれてます。似顔絵付きです。可愛らしいですね。まだ内田くんが挑発の時ですね。ももはや上村くんとうちのハッピーギターどっちかわからんようになっておりますが、こっちが上村くん、こっちがハッピーの方でございます。こっちもこれちっちゃい試合でまた、ちょっと近づけさせてもらいますね。すみませんね。こちらこれ渡る映ってますか。これでも何ですか、時計ってことですか。こうでしょうかね。安らぎのそのつくのの皆さん、こちらの安らぎのそのと、まあ、違う安らぎのそのなんですね。つくのの皆さん、これでもデイサービス担当鈴木さん、安藤さん、これ立ちどこさんっていうのかな、立てどこさんやな。くれております。ご返事が大変遅くなりました。実はもうだいぶ前にくれる予定だったみたいです。こちらもみんな遅れながらもくれてるんですね。でフロアにいた職員さん、まるでライブで参加したような感じでしたってこと言ってくれてますよ。あ、すごいですね。ご多忙な中来てくれてありがとうございます。重ねてありがとうございますということでございます。あ、ここ面白いんでね、あのボランティアグループのこと先生って呼びやんでね、昔慰問ライブっていう時代があった時には結構あの慰問で来た人たちも先生って呼んでね、そこから伝統守ってやって、今あんま先生って使わないですけど、いや逆に今目立つでしょ言うてね、先生を貫きますとか、先生の無学歴者の先生の皆さんですどうぞって言ってくれるという、すごいですね。ありがとう。面白い先生方、なんか僕らもね、先生方の演奏や全員で歌った歌、体操、クイズ、さすがにクイズしたっけよ。なんやかクイズ、なんやろな、内田兄弟兄貴はどっちでしょう、こんなことかな。すごいですね、ありがとう。けどどうしよう、ネクトは別次元の時間をありがとうございます。これですね、ありがとうございます。これでもこちらは、地元大東市の僕ら座長さんが友達でございます。劇団円大東市の劇団円がなんと今度大阪市内でしてるんですね。詳しくは今うちの渡る君がアップしてくれたので、まあ、ご興味の方で行ってあげてください、はい、下はうちのチーフディレクターヤンチョディ、今日もおりません。ヤンチョディもこんな芝居を今度大阪でしております。両方8月でございます。うちの渡る君が今アップしてくれております。以上、生放送、はい、熱いファックス、今日もね、たくさん送っていただいて、本当に皆さん貴重な時間合間とってファックスかけて、皆さんありがとうございました。ふむふむと話して、今日も生放送でもちろんこの番組お送りしてるんですよ、はいはい、では上村君、内田君にちょいとよろしくお願いしますよ。はいはい、はい、ここ同じく地元の大東市は JR 学研究所線野崎駅を行ってね、山川につながる野崎参道商店街がねあります。ちょうど、ね、野崎駅を言うと今観光ステーション、こちらはまた素晴らしくね、いろんな方、大東市の皆さんとかね、展示販売とかにいろいろしておりまして、なかなか味があってね、すごくいい商品がたくさんあります。そちらをまず寄っていただいて、よった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 と、商店街を楽しみつつ、ちょうど中間地点にこの野崎本和歌スタジオっていうのはね、存在しております。どのような形でね、やっておるかと言いますと、はい、野崎本和歌スタジオにて、絶賛生放送お届けしております。公開生放送やっております。客席ございます、遊びに来てくださいませ、そしてですね、毎週言っておりますが、出演者もまだまだ募集しております、この番組を一緒に盛り上げて、今日はクーラーの風がすごいすごいですね、髪がめくれますが、フォーク大好きな方、若い頃歌っていた方、久々に一緒に歌いませんかということでですね、どんな楽器とかでもいいですしね、歌が大好きっていう方だけでもいいですからね、一度遊びに来てくださいませ、皆様のお越しをお待ちしております。ありがとうございます。さあ第53回野崎フォークジャンブリー、さあ早速でございまして、今日の友情出演のゲストの方駆けつけてくれてるんですね。楽しみでございますよね。ということでございまして、私自らカンペを回しまして読ませていただきます。お二人としてはね、今日はね初登場でございまして、今上野がカメラに向かってくれてます。助かっております皆さん。あ、上野そっちを手伝うからね、忙しいねみんな、今日片山 D がおれへんから大変やねみんな。でございまして、地元のね、我々のオカリナサークルのねさくらさんっていう皆さん多分ゲストに出演してくれるんですよ。こちらの講師もしてくれてはるんですよ、してはるんですよ。で実は第17回の時に、ソロでね、泉、僕は泉って言うんだけどね、泉さんはもうソロで1回出てくるんですね。実はこういうユニットとか2人組のコンビも組んでるって言うんでね、今日はこれで初登場、お二人してくれるってことでね、楽しみ。さっきももう名前言ってました。いいなじゃございません、いいようでございます。それはなぜかっていうのは多分後で喋ってくれます。面白い名前ね、可愛らしい名前ね。どんな感じでございます。オカリナとピアノ、そしてボーカルも入ってるっていう、
またこれはすごく面白みであって楽しみでございますよ。リハーサル聞いてても楽しかったでございます。ということでございましてですね、準備的にはまだでございますが、僕とあのお金なくて泉さんはですね、僕らがもともと大東市の、ね、喫茶店歌ってる頃は実は友達でございましたね。もう喫茶店で、今その喫茶店なくなってね、この野崎ほんわかスタジオ、野崎サンド商店が皆さんにねお声かけていただいて、今同じ土曜日にこのようなライブをやってるんですね。えらいもんですね、縁っていうのは、うん、この間もね喫茶店の方のねみんなにもねこの間電話してね、そろそろ野崎ほうごちゃんみんな来てくれ言うたらね、心よくねみんな行こうじゃないか言ってくれてね、なんか懐かしくねみんな喋ってくれて、突然何十年ぶりか何年ぶりか電話してもみんなまた大都市行くわ言ってくれてね、ほんと嬉しいございましてね。で何件かね電話もあるんです、うん、野崎ほうごちゃんぼりあの聞きました、いろんな人がね、いろんなところに野崎フォークジャム立ってくれへん、手前ってはけど一緒に参加してくれってことちゃんと言ってくれたらしくてね、みんなありがとう、いろんな人がマネージャーに動いてくれてるんですね。では初登場でございます、楽しみでございますよ。もうチリンチリンも聞こえてくるよね、楽しみでございます。では今日の友情出演ゲストの方々です、お二人組です、どうぞ。こんばんは。こんばんは。第53回野崎フォークジャンボリー、初出演させていただきます、ユニットいいよと申します。はい、なぜユニットいいよかと言いますと、私は泉で、キーボードはようこさんで合わせていいよなんでございます。はい、ユニットとつけたのは私もまあソロでやってたりとか、ようこさんもあのピアノ講師もされてますし、あの活動されてるので、じゃあユニットをつけようかなっていうことでございます。で私はもうその、山川さんだっけ、あのいい友というバンドはもう13年目を迎えておりますけども、泉と友字でいい友なんで、あじゃあいい友でいいようでいいかなみたいな感じで、はい、でもまだ1年経っておりませんね。いつからでしたかしらね、ね、まだ1年さんで、どこで出会ったかと言いますとですね、あのお隣の寝屋川市を本部に置きます社団法人日本音楽ヘルパー協会っていうのがあるんですよ、ご存知でしょうかね。はい、あのそこでですね、小畑雅子、ね、先生、寝屋川ではとても有名でございますが、そこの先生のもとであの音楽ヘルパーとして活動させていただいているんですが、その講習会天満橋でありまして、そこで出会ったんですね、はい、陽子さんとは。で実はですね、あのどこから来てんのみたいな感じで言うたら、なんとお互い の家の場所が徒歩15分の距離だったということで、いやそしたら、ね、あのピアノ講師もされてるので練習場はうちにあるし、それなら一回やってみようかということで、はい、活動させていただきましたので、まだそんなに経験がありません。こういうスタジオですのは初めてですよね。はい、よくさ何かめっちゃ緊張緊張できるだけ映りたくできるだけ喋らない方がいいというふうに、まだ私とはだいぶ世代が違うんでございますが、いろんなこれからね、あのオリジナルはありますが、イオンのオリジナルもしていきたいと思いますが、はい、今日は2曲、昨年ですね初めて、ライブをさせていただいたときに演奏させていただき、 YouTube にもアップしておりますけれども、中島みゆきさんの糸と、それから、私がそのオカリナを始めるきっかけとなりましたその総次郎さんの、オカリナの曲でふるさとの原風景という曲を2曲をお届けしたいと思います。糸の方はですね、昨年あの紅白歌合戦でもね、あの歌われたり、だいぶ前の歌なんですが、いろんな方がね、歌ってらっしゃいますけれども、一番もですね、歌が好きなものですから手話を使いながら歌って、それから2番も体でっていうふうな、あのいいようらしいアレンジでさせていただきたいと思います。まずは聴いてみてください。Thank you.
一つさせていただきたいなと思いますが、いつもうんちくを言うんですけれども、今日は3本持ってまいりました、ね、こういう感じで、土の笛でございます。で土を、まあ、水とで粘土しまして、それを焼いております。これで吹くわけですけれども、ですので私は火と水と土と、それでふーという風の4つのなんかパワーが込めてるんじゃないかななんて思っておりますけれども、はい、でも、こういうキーボードの方とね、やっぱりこう一緒になることでまたそういうサウンドが生まれるんじゃないかなと思います。これからあのいいよう独自のサウンドをね作りたいと思います。 YouTube の方ではですね、 G 線上のアリアをジャズ風で演奏しているものを載っておりますので、皆さんこう検索してユニットイーオでも構いませんし、泉とオカリナでも構いませんので、検索して見ていただければなと思います。で私たちもまたね、いろんなとこ行きたいですよね。ね、もし来てほしいなと思う方がありましたら、 Facebook の方で、アルファベットで泉ヒイラキというふうな感じで見ていただければ、そこから連絡できるのではないかなと思っております。はい、なかなか MC って難しいですねいつもと思いますが、すごいなとか思ってね、山野さんのようにね近づきたいなと思ってます、はい、では、演奏させていただきます。2曲目は宗次郎の、ふるさとの原風景です。オカリナの場合はですね、ちょっとこういうふうに角度を変えて演奏させていただこうかなと思います。これはオカリナだけで、宗次郎さんのオリジナル曲です。はい、で結構オカリナ吹いてる時って目を閉じることが多いので、はい、皆さんも目を閉じて聴いていただければなと思っております。ではお聴きください。ふるさとの原風景。Thank you.
もうちょっとファーンの時出てきてどうしようかこれ。ありがとうございます。来ていただいて。ありがとうございます。泉今やっぱり見てる人は知ってると思うけど、ね、一回も出てくれてるから。そうです。陽子ちゃんが初めてね。陽子ちゃんが初めて。髪の毛変わってたから。で、けどあれやね、あんまりね。お二人あれ、寝山場で出会ってんね。天満橋で最初は。天満橋でやってんね。で、びっくりした。緊張ないで。こんなことある？そう、びっくり。運命的やね。グランドピアノもある。本当練習場が責任を感じます。ほんまや、それはすごいよね。やっぱそれで組んだっていうのまたすごいよね。もうすごいすごい。だけどいいとももあるしね。そうなんですよ。あれ名前がせえってね、いいとももともが、ともにさんや、大南さんがともつくんだ、はい、ね、ようこさんやったから偶然ね。これみんな直子さんもですよね。いいなって言ってね。いいよ、まあ、ええよね、いいよ、なんでもいいよって言葉もいいもんね。そうですね。すごいちょうど合ってるもんね。女性と男性でもね、いいともって言うのもね、うん、いいよ、そっちはいいよって言うのって、よく考えね、いつもされて、うまいこと名前で。で、いつも言うてくれ、 MC 喋らないでめっちゃ喋ってるからね。僕より喋ってるからね。全然変わらないって言われたら、いや、そんなことない。ヨコちゃん結構喋ってますもんね。喋ってます。もう上手いから。いやいや、すごい。まだまだまだ。いやいやいや、ヨコちゃん全然喋ヨコちゃん喋れないから。あ、俺さてヨコちゃんの出てるいつまで。で喋られへんって言ってましたもんね。そうです。その掛け合いも面白かったよ。そうです。まあ、そういうのもね、まだまだだと思いますけど。いやいや、で最後までまたやっぱりオカリナ1本だけと違って、またピアノの世界観がまたふわ広がんねんね。おしゃれだよね。音楽ってすごい。もう先生って余計にもう先生余計生まれた間違いない。プレッシャーかけてるから。すごい聞かれたよ。いやすごいのだから、陽子ちゃんこれ準備これ。そうそうそう、キャシャな体でこれ一人準備しながら。このもの持たれへんで、これみんなお前足とか。これ買ったんですよ。初使い、あ、そうなの、そう、これ足も自分つけんね、もう大変で、もうちのウェブラグで手伝って、もうこんな大変になるやつをよう持ってきたらいいんでね。初デビュー、このこれも初デビューやった、はい、すごい。ロモット以上大きいもんね。そうですね、キーボードも大きいもんね。私のとはでもだいぶ違いますね。やっぱり違うね、世界がまたちゃんと見せてくれてありがとうございます。もう最高でしたよ、本当に最高のいいよい感じでしたね、本当にね。ありがとうございました。ね、ゆでゆで何？あ、音楽ヘルパーのっていう方で、うん、7月26日、私たち出ませんよ。7月26日にですね、オペラ三昧パート2みたいな感じで、500円ライブとかをやったりしておりまして、8月23日日曜日は、三振とギターのライブでございます。はい。場所はですね、寝屋川市の中央公民館にある、ああ総合センターの行動だそうでございます。で今うちカメラ撮ったら寝屋川市民なんですよ今。あ、知ってる中央公民館。中央公民館いいよ、寝屋川市民。さすが知らねえな。はい、こういうふうに割と低価格でいろんなコンサートをいいよね、いずれはいいよさんも出てくるんじゃないここに。はい、ネットでもね、音楽ヘルパーにもなれますので、音楽ヘルパーで検索していただいたら、いろいろあると思います。ね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、いいよ、最高でしたよ。名前どれでした？はい、音楽いいよ、ありがとうございます。いいよ、お二人でした。最後の曲の時は泉よろしく、はい、カンパニーいただいてね。ということでございましてですね、さあ第53回野崎フォークジャンボリー、まだまだ続きますよ。もちろん流れ流れて、あの人今日も野崎のフォーマカスタジオ来てくれてますよ。今日はねめっちゃ早起きて、なんで早いかなと思ったら家のクーラー聞けへんねん言って、死にかけてこのスタジオ入ってきましたね。涼しいわこのスタジオは言って入ってきましたね。無事に間に合ってくれてよかったでございます。今日間に合いすぎてびっくりしました。雨降っちゃうかもで、やっぱ梅雨は抜けてないみたいですね。この方登場してくれますよ今日ね。どんな歌さ、このうち僕と塩崎ジョージはね結構平日もねちょこちょこ追ってるんですけど、もうこの番組のためいつもギターの本とかね、あれを全部調べて何歌おうかって、もう一生懸命頑張ってくれてるんですよね。もうあれを見ると本当嬉しくなってきましたね。この間もスタッフにあの歌出しとけとかね、俺が歌えんから出しとけふえいうの言っててね。あ、楽しみでございます。今日はどんな歌を歌ってくるかな。僕も歌ない歌うかいつも聞かないようにしてですね、実は楽しみにしてるんで、今日も塩崎ジョージの最高のギターテクニックをまた皆さん見れると思いますのでね、
楽しみにしてくださいよ。流れ流れて野崎さんと商店街、今日も人生をギターで弾き語る、この方登場してもらいますと、レギュラー陣です、よろしく。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。第53回目のフォークジャンボリを始めます。だけども私は書きたかった。
感じたフォークの神様、小林信康様の名曲出ましたですね。ありがとうございます。今日正代さん、先週はあのゲストに、友情出演のゲストに門井さんと終わった後、2人であの大都市で、ちょっと2人で打ち上げみたいな2人で行ったらしくて、でその3日ぐらいかな、おたんは、お手大して言った言葉がもう普及しましたよ。え、何で、ね、おい、友と、俺友って呼ばれてね、友、えらいこっちゃと、友聞いてくれ、しまった俺王将まで門井さんと行ったのに生ビール奢ってもらうの忘れてた。わけわかんない、やめてもらってたからその一言今門井さん生放送見て倒れてるもんもうあの七夕の短冊書きましょうか塩崎さんが門井さんに生ビール奢ってくれますよっていうのじゃよかったね、二人でね、そうやってね打ち上げしてきてね、いろんな話しててんでね、音楽のね話ずっと二人でしていただいて最高やね。今日もギター弾き方最高でしたよ。また後でよろしくお願いします。正直上手でした。野崎のフォークから神様みたいなんですからね。続きましてですね、お久々ですよ、うちのレギュラー陣久々間に合ってくれましたね。帰ってきましたよ。もうまた何ヶ月ぶりかな楽しみでございます。ここ地元大都市でストリートミュージシャンでもあるんですね。この番組始めた頃に今日ちょうど1周年迎えたんですけどね、その最初の頃に僕が塩崎ジョージと実は今後ろにおられる方に声かけて、野崎フォークジャンボリするんですけど力貸してくれませんかとお二人頼んだんですね。もううちの番組 あのフォークの辞書みたいなもんでね、僕がフォークのこと知らんことだったら聞いて何でも教えてくれるんですねありがたいことでございます。さあこの方レギュラー陣かけてくれましたよ。今日はどんな曲してくれるんでしょうね。ギター弾き語ってるます久々の登場です。どうぞ。こんばんは。約3週間ぶりですかねなんだか今日はギリギリだったから、まあちょっと駆けつけてきてはみたんですけど、まさかでも岡林今日やると思ってましたあれ、あの曲やっていいかどうかいうのもちょっと疑問あったからまあ歌は知ってるんですけど、まあ確かにでも何でもあるものを全部蓋で隠すのも良くないとは思うしね。まあこういう世代もあったね。中学校の時の私が最初に習ったのは兄貴の影響を及したタコの多かったんですけど、私の最初に習った影響はね、まあこういう歌なんですよ。さっきやってから言いますから、まあみんな後ろの人はまあみんな知ってると思いますI'm on a roll.
もっとも今ここへ来るまでこの曲やる予定にも入ってなかったんですけど、まあでも私いつもその場で思いつきが多いからね。でも普段やってるやつだったらあるの覚えてるんですけど、たまに突然自分で何やるか分からない時ありますからね。ちょっと吉田拓郎なんですけど、ちょっとギター一本の表現じゃちょっと味気ないんですけど、まあ季節的にちなんで今のは赤トンボね。それから次がね、初中お見舞い申し上げますか。7月5日が去年始まったかな。今日も吉村さん来てくる。吉村さんがこの三道商店街フォークの流れの街にしてって言って始まったんやからね。もうね、最初誰も歌わせておれへんのに。もう1年経ったんですね。せやあっという間に山根さんとこうやって一緒にするようになって、
そうやね、1年経ったと思ったらもうね、みんななんかここでほんまに出会っていった感じやもんね。うん、あのやっぱ潮崎城人柄やね。潮崎城におるからみんなこうやって場がつながっていくんやろね、みんながね。で、山根さん。そうですね。山根さんも長寿とお世話になってみんなね。ありがとうございます。今日も最強のね、の2曲でございます。ありがとうございました。山根正彦さんでした。キュークやってもいろいろ歌ってるけど百科事典見たもんね。だからみんな見てみましたの、ギターにこう亀ついてるんだ、あれかわいいやろ。あれ前の片山に影響されたの山根さん見てここなんかぶら下げようか言ってましたけどね。ありがとうということでございまして、我々もやこらえるさん再び戻ってきましたね。今日で第53回でございますけどね、まあ、その間まであちこちねもちろん歌いに行ってきたんですけどね。まあみんなあの椅子座って準備してからで構わんよみんな。さあ、ということで今日もカタヤンリーやっぱり間に合ってませんね。カタヤンリー見てますか？あとは見てくれてるかな。ありがとうございます。ということでございまして、先週の土曜日から今日の土曜日までまた我々出張で参るボランティションあちこち野崎を離れて歌いに行きますね。上村君どこ行ってくるか、よろしく。はい、こちら7月の5日の、日曜日、日曜日、奈良県大和郡山市、うん、フレンド、うん、冠山、うん、上信玄、それ関さんっていうね。あ、関さん。関さん。上司。すごい難しい。行ってきましたね。七夕のね、一回食堂コンサート。そうだね、もう七夕コンサートでもうそしてですよ、最後はもう山と小山最後、いやほんま山道みたいな上登って一番最後のところにこのフレンド関さんとかあってね、もうすごかったね。もうなんていうの、あそこ舗装道じゃなかったよね、あれ。渡辺君。な、ぐっちぐっちの道やおられて。気づけば後で車見てみんな泥まみれになってたからね。すごかったよね。見て楽しかったよね。まあ、ああいうところまだ施設あって行ったことないところで、まあ、フレンドグループは奈良県山ほどあって大阪にも実はちょっとありましてね、あちこちにフレンドグループ俺ら歌いに行って、ここ初めてお会いして、ただまたコンサート楽しかった、皆さんありがとう。そしてで7月の6日高槻市、大阪の高槻市、月曜日です ね、 月曜ですね、うん、松倉デイサービス通所介護事業所で七夕の月曜日ショー、もう七夕ショーですよ。ずっと笹の葉の近くで我々歌ってますからね。で7月30日までずっと七夕コンサート続くんだけど、みんな笹の葉を向かう車に持たせなあかんで、枯れたあかんで、みんな頑張ってくれてみたいでね、うん、松倉さんも楽しかった。もう常連組もうみんな楽しく、うん、盛り上がってくれて、ここはね生ライブしなあかんから、アンプ通したら上住んでる人もいたし、アパートみたいなところ下にあるからね、もう面白い建物、施設としても面白くてね、もう最高でございます。みんな盛り上げてくれてありがとうございます。そして7月の7日の火曜日、火曜日、大阪市大正区大正園伊豆尾特別養護老人ホーム七夕の日1回、会場コンサート行ってきまして、七夕コンサート続きますよ。先ほどのあのファックス言ってました、上村君いなかったから、で上村君いない、これどうしようかってね、うちら君、うちの片山 D がたまたま休みや言って、代わりに運転したのか言って、片山 D 初めて我々のボランティアついててね、えらい興奮してましたね。初めて見えたって、あれ楽屋もちゃんとあるとか、全部今感動すんねんな。もう我々当たり前になって思ったらあかんな。あ、一つ一つ楽屋があったり、無学来リーチャーさんこう貼ってくれたり、もう登りから来てくれたり、あととか、それもう全部がやっぱ新鮮やね、片山 D が。まあ、初心を思い出してようなライブでございました。もう、もちろん大将ももちろん同じもらえて、それ、大将の社協のね、いろいろみんなしてくれてありがとうございます。大将最高でしたよ。もう無学ライブ一だったら上に書いてくれても最高やったね。ね、もうあれすごい、うちはすごかったな。みんな写真か買ってくれてもあれ、はい、なんかこう俺がいっぱいおったよこうやって。うちだもんって上村君ったりいろいろしてくれてね、ありがとうございます。演出も最高でした。そして7月の9日の木曜日、木曜日、奈良県生駒市、UI ケアデイサービス日だまり通所介護、こちら七夕デイルームショーで行ってきましたよ。もう行こまして大都市も隣やからね、もうここも常連組でございます。もう相方も楽しくできましたしね、もうみんなで一番前の父さんも一緒に俺と同じ振り付けをずっとしてくれてね、楽しかったでございます。ありがとう日だまりです。そして7月の10日金曜日、金曜日、日のですよね、うん、大阪市住之江区グループホーム北加賀屋24時間介護施設、七夕一回食堂ショー行ってきましたよ。先ほどからファックス触れておりましたけどね、上村君が来ると思ってちょっと来れなかったんでね、まあ、いつもあの伊藤さんが我々4人分のケーキを、もう有名なケーキ屋さん並んでくれ、いろんなとこ行ってくれて用意してくれてるんですね。もう上村君いなかった分、思いっきり内田君、上村君も食っときましたんでね。2つ美味しかったですか？美味しかったです。ちゃんと2種類違いの食べてたね。俺ハッピーギターのワトラ帰ってきて、今日は上村さんおれへんから2個くれるから、まあ、楽しみかねんから、うちだけ1人で2個くれるから、うん、ちょっとじっと見てたけどね。俺もそれ見逃せへんかったよ。見てたね。うん言ってた。
ありがとうございます。美味しかったでございます。ライブも皆さん最後にました。ありがとうございます。以上でございますね。帰ってまもう今梅雨か。まだ梅雨やね。もう蒸し暑い。我々歌いに行く時も、まあ、雨降られたりしておりますよ。僕が19歳の時に、作った歌でございます。まあ雨の歌も僕らの歌も何曲かありましてですね。その中の一つ聴いてください。悲しい雨。I'm
よ心落ち着くまで悲しい雨が待ち受けている僕は傘もささずに街を見つめている悲しい雨に打たれよ心さあ我々もこれまたあちこち今日の土曜日から来週の土曜日またあちこち歌いに行くんですね。さあ全部どこ行ってくれよろしくお願いします。はい、7月の12日、大阪市明日の日曜日な横川区はい、ここにスタチアリフシーデイサービス誇りの空間すごいね。ここにサチアリ変わった名前でしょ僕も最初名前聞いてここにサチアリって言われてどうしようか思いましたけどねここにサチアリって説明なんですよ。面白いよね西尾田君楽しみです。なんと4年ぶりに依頼が来たって感じで楽しみに行ってきます。そして、7月の13日月曜日月曜日、大阪府摂津市摂津徳陽光デイサービスねえ行ってきます。常連組ですよ。田中コンサート続きます。そして7月の14日、兵庫県火曜日、兵庫県伊丹市出た伊丹市ウェルフェア製造福祉デイサービスセンター行ってきます。田中の伊丹兵庫県行ってきます。そしてで7月の15日お、大阪府東大阪市藤井会新意識デイサービスこれ木曜日でしょうね。新意識でもそこやからね意識近いよ。野崎の商店がほんま近いんだよね新意識で行ってきます。そして7月の17日金曜日大阪府島本町おい桜井の里福祉グループ超常連の島本の一番長い施設かな桜井島本町知ってます。高槻の横にちょこっとあんねんちっちゃいおな大阪の町の島本市町その町や島本町言うてねもう隣がもう京都になっちゃうんでね行っていきたいと思います。1年ぶりあ半年ぶりあるかな毎年七夕恒例でございます。以上でございます。小山君行ってきたいと思いますよ。また生放送無事に帰ってきますよ。では最後はねもう一回ね出演者みんな読んでね番組盛り上がって終わりだと思います。もう一回やってみましょう。翔崎ジョージ山根雅彦そしていいよからは泉に登場してもらいましょう。よろしくということでございますね。あーありがとうみんな来てくれてありがとうありがとうありがとう。ちょっと陽子ちゃん立てないでごめんね今陽子ちゃん立ってくれてこっち来そうやったからな、うん、もう思わず牛田君向こう行かそうか思ったけど牛田君俺からギター弾かないからええよみたいな思いましたね。ありがとうございます。とでございましてですねということで今日はみんなほんまありがとう。第53回けど泉もありがとうね、はい、ゲスト最高でしたけどまだ泉他のユニットでまだ声をかけてるしねまだ陽子ちゃんとも来てねいいよコンビでもどんどん来てほしいよ。楽しかったよ。もう本当にもう他になとピアノ音色最高やったね。もうリハーサーの時からもう最高やったけどねもういろいろ本当に研究してねみんなでねスタジオのある機材でなんとかオカリナのピアノのベストの音を探すでみんなで研究した甲斐がありました。本当に最高でございました。最後は我々のオリジナル曲、朝から晩まで働いて皆さんのお目覚めになってこの番組終わりたいと思います。この感じ今石田一郎がお手を見せますよ。この感じ朝から晩まで働いてとぼとぼお家へ帰ろう明日の天気は晴れかなこの後の方皆さん大合唱してもらいたいですね。もう泉もいきなり初めて聞いてるかもしれんけど一緒にセッション頼むで。では最後盛り上げてください。皆さん分かっていただけるでしょうか。朝から晩まで働いて引く身よよろしく。Hey!
主人。